西日本からは雪の報告が届き始めています。この後は雪風の強まりに要警戒です。ではリポートを見ていきましょう。福岡県北九州市よりいただきました。ふわふわ雪が降ってきました。強風が吹きつけてとにかく寒いといただいています。さあ、こちら動画にもはっきりくっきり映る雪粒が映っていますね。雪が降り始め、さらに風も強まっているということです。では現在の皆さんからの報告マップでも見ていきましょう。11時30分までの過去1時間の報告です。白が雪の報告、濃いピンクが吹雪、そして薄い紫がみぞれの報告になっております。九州北部や中国地方内陸を中心に雪の報告に変わってきていますね。さあ、ではこの後の寒気の予想を見ていきましょう。上空1500メートル付近の気温です。九州北部や中国地方マイナス6度以下の寒気に覆われています。時間進めていきますと、さらに強い寒気が上空やってきて、夜は西日本エリアマイナス9度以下の寒気に覆われます。そしてマイナス12度以下の寒気が入るところも一部あります。寒気が強まりますので、この後はさらに雪のエリアが広がります。西日本の雪の情報をお伝えしていきました。